こんにちは。インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、パスワードリセットですね。Windows 10のパスワードリセットの、やり方をご紹介したいなと思います。以前一つ動画を上げさせてもらったんですけれども、ちょっと好評っぽかったので、別のやり方で、パスワードリセットもできるので、それをちょっと今回ご紹介したいなと思います。別のツールを使ったものになります。はい。で、これ仮想環境の Windows 10なんですけれども、普通のノートパソコンと同じような位置づけと思っていただければ良いかなと思います。で、ユーザーを例えば選択しても、なんだっけかなって、パスワードをもう忘れちゃって、パソコンにログインできないと。いうような、状況を想定してます。これちょっと時間かかっちゃってますね。もうダメだ。わかんねえ。ってなった時ですね。はい。じゃあちょっとやっていきたいと思います。ブラウザを立ち上げまして、ですね。レイズソフト。リカバリーマイパスワード。パスワード検索しますと。で、こちらですね。で、これはやり方が載っていて、ダウンロードか。で、ダウンロードを押してですね、マイパスワード。これですね。ダウンロード、レイズソフト、リカバリー、マイパスワード。いろいろ、Windows なんとかとかあるんですけど、リカバリー、マイパスワードですね。これの、一番新しいバージョンのフリーのダウンロードすれば、良いです。で、ダウンロードな。ローカルに、ダウンロードがされるわけですね。で、実際のノートパソコンでやる場合だと、ですね、今回は、仮想環境で、試すので、一つのパソコンでできてしまうんですけれども、実際にパソコンを救出する場合、別のパソコンが1台必要です。になりますね。エグゼが、実行ファイルが起動してこないな。はい。I accept the agreement. Next, next.もともとあるから上書きしますかって聞かれてますね。次で大丈夫ですね。はい。フィニッシュ。はい。そうすると、こういう画面が出てきます。で、バーン、ブータブル、CD、USB、ディスクな。で、この Same as This Computer。ここで、OS を選びます。XP から Windows 10までですね。何でも選びます。今回 Windows 10の 64bit 版なので、これを選択して、Next。で、今回ですね、実際のものには焼かずに ISO イメージっていう、仮想の、あれですね、イメージファイル、仮想の DVD のイメージファイルですね。はい、それを、作ります。どこでもいいんですけど、保存してスタートとします。そうすると、ISO ファイルがですね、こうやって書き出されるわけですね。なので実際に救い出すときは CD、DVD か、USB フラッシュメモリーに、このツールを焼きますというところですね。来ましたね。サクセスフリー。ファイルが作成されましたと。はい。で、今回、この Windows 10ですね。こいつが、ダメですと。で、仮想マシンなので、設定で、ISO イメージファイルを、DVD として、読み込みます。で、再起動しますね。はい。そうすると、選んでくださいと。来てますね。レイズソフト。今回、インストールした。インストールというか、使
作ったツールですね。を起動させます。はい。そうすると、こういう画面が出てますね。で、リセット Windows パスワード。バインド Windows プロダクト選べるんですが、このままですね。リセット Windows パスワード。で、Next。うん。で、フリーエディションなので、ですね。自分で使う分オンリーですよ。うん。ってことですね。まあ、自分で使う分なので、お金を払う必要はありませんと。で、Windows 10の、これですね。64。で、リセットローカルパスワード。このまま Next。で、これが今、Windows 10に入ってるユーザーですね。いろいろ入ってるんですけど、まあ、さっきテストで入ろうとしました。なので、テストユーザーを、リセットをかけたいと思います。黄色アイコンがめっちゃずれますね。なんかテストユーザーを選択して、Next。で、このままリセットアンロックを押します。パスワードリセットサクセスリー成功しましたと出ました。 OK でフィニッシュで、これでもう OK ですね。で OK なので、リセットをかけたいと思います。その前に、こいつを外したいので、それだけちょっと元のファイルに戻してリセット。はい、そうするとお待ちくださいと出て、ノンパスワードに、なるんですね。リセットパスワードで、これで入れる。入れましたね。なのでさっき あのリセットパスワードをすることで、パスワードをなし、パスワードなしっていうパスワードに、なるわけですね。なのでそのままエンターエンターやっていけば、うまくこういうふうにログインができるわけです。救出作業とかをパスワードを元に戻してあげたり、できるので、まあ、とりあえずこういうのでこういう方法で救い出すことも、できますということです。はい、はい、というところで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。